続いてオースライブです。今日紹介するのは美味しそうですよ ね、 いいですね。こちらです、はい、寒い時期にぴったりのもつ鍋です。お知らせの後お伝えします。オースライブです。今日はこちら仁王門通りにあります名古屋もつ焼き一筋大須観音店から中継です、はいはい、お知らせの前に、ね、すごく美味しそうな鍋がありましたね、ね、美味しそうでしたね、はい、では呼んでみましょう、はい、天野さん、おはい、グツグツグツっといい音を立てながら具材が柔らかくなってきました。本当にいい香りがこの空間の中に広がっています。はい、はい、今日お邪魔しているこちらのお店はメインは鉄板の上でもつを焼くもつ焼きなんですが、はい、これからの季節はもつ鍋が大人気なんだそうです。さあ今日はお店の篠原さんにお話聞いていきます。篠原さん、よろしくお願いします。はい、お願いいたします。よろしくお願いします。こうもつの専門店ということで、はい、もつには相当なこだわりがあるんですよね。そうですね、お肉をカットしたりとか洗浄するのも、地下水を使ってこだわってやってます。地下水は水道水とどう変わってくるんですか？水道水だとカルキがあるのでお肉が傷むのが早くなっちゃうんです。地下水を使うことによって鮮度を長く保つで、いかに新鮮さで出すという。へー、洗い方も変えてますか？洗い方もそうですね、部位によって筋が入ったりとか血の部分があるのでそこをきれいに取ってで、きれいに洗ってお出しするっていう。下処理を本当に丁寧にされてるんですね。はい、そうですね。そしてカットの仕方にもこだわってると聞きました。いいですね。そうですね、もつ鍋とまだ焼きとでお肉がちょっと異なります。はいはい。で焼きの方だと同じ大きさに切っちゃうと火の通りがちょっとやっぱり違うんで、まあ、それに合わせてきれいにバランスよく火が通るようにカットします。なるほど。こうお料理によって大きさとかも変えて、うん、そうですね、使っているということなんですよね。はい、はい、さあそんなこだわりのもつを使ったもつ鍋、今日ねこちらをいただこうと思います。はい、ね、本当に美味しそう。スープはちょっと透き通ってますけど、こちら塩味のスープだそうです。うん、美味しそう。そしてね、キャベツとニラ以外にも玉ねぎやじゃがいもも入ってるそうで、そうすることによってこうお野菜の出汁がよく出るんだそうです。へー、美味しそうですね。あ、入れるお器間違えちゃいました大丈夫、ごゆるりとお伝えします。ごゆる、はい、はい、どうかな、味は塩なんて味のね、言ってましたよね。うん、あ、もつが本当に柔らかくてこうとろけちゃいますね。臭みとかも一切ないです。でスープがこう結構あっさり塩味なので、うんうん、もつのこうコクとのバランスがすごくいいですよね。はい、うん、美味しいです。はい、で今日いただいたこうしたもつ鍋や先ほどご紹介したもつ焼きなどは全てテイクアウトすることができますので、今年の冬はお家で、はい、あったかいもつ料理を食べるのもいいかなと思います。以上オースライブでした。